さあ続いては今年は最初ということになりますね、ポネットの耳寄りインフォメーションです。このコーナーではポネットのスタッフに生活に役立つ耳寄りな情報を紹介していただきます。さあ今日はお二方にスタジオにお越しいただいています。ポネットのおなじみ後藤さんとスタジオ初登場となりました原さんです。お二方ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後藤さんはねもうおなじみですので、まあ、本年もよろしくお願いしますということになりますけれども、原さんはスタジオ初めましてということになりますので、改めて自己紹介をお願いいたします。はい、ポネットの原です。生放送出演初めてなので緊張しますが精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。はい、もうこれまでもね VTR でご出演いただいて、まあ、完璧なリポートをしていただいておりましてですね以前にそういう仕事されてました？いえ、全然 YouTuber とか YouTuber そういうことではない？違います。じゃあ今日ねその感じで生でも、はい、ご出演いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあということで今日、新年の1回目ということになりますけれども、はい、どういったことを教えていただけるんでしょうか？はい、実はですね今年2021年なんですけども、はい、私どもポネットグループ実は30周年を迎えさせていただきまして、もう30年経つんですね。はい、もう節目の年を迎えたということですね。はい、ということで、まあ、その一発目ということで、うん、まあ、これ皆さん絶対気になっていると思うんですが、はい、こちらのお話ですね。はい、いわゆる診療金プラン、はい、もうこれは気になっている方絶対に多いと思います。はい、まあ、それぞれ最近ですけれども、はい、携帯各社がこう値下げしたプランを、ね、はい、発表していて、まあ、ありがたいなって思う反面、はい、さあこうなったら今度はどこを選ぼうかなということで、分からなくなっている部分というのは正直あったりするので、はい、やはり教えてもらいたいですね。かしこまりました。はい、まあ、ちょうど13日に au さんも発表して全社で揃ったんですけど、そうですよね。はい、まずちょっと新しいプランいろいろある中でちょっと3つのポイントですね、はい、こちらからお話ししていきたいんですけど、まず1つ目が、まあ、これが一番大きいですよね。オンライン専用プランができましたと。まあ、はい、で2つ目ですね、いわゆる通常今まであったドコモさん au さんソフトバンクさんのプランに関してはちょっとシンプルで分かりやすいプランが出てきました。はい、で3つ目がいわゆるサブブランドと呼ばれるところもちょっとプランの見直しが入りましたよと。大きく分けるとこの3つになってくるんですね。はい、はい、まあ、それぞれ報道などでねもう耳にした方多いかと思うんですけれども、はい、じゃあ内容はとなった時にちょっとピンとこないところがあるのも事実ということで、はい、そのあたりを詳しくというところですね。ちょっと一つずつでお話ししていくんですけど、はい、まずオンライン専用プランなんですけど、これ各社、まあ、また新しい名前が出てきたので、はい、ドコモさんがアハモという名前で、 au さんがポボという名前で、ソフトバンクさんがちょっと長いんですけどソフトバンクオンラインという名前ね、これそれぞれまた覚えなきゃなっていう感じなんですけれどもね。はい、で、まあ、それぞれどういったものかというと、まあ、基本的には内容大きくは変わらないんですよね。はい、まあ、基本のところで言うと大体こんな形で、まあ、定額で20ギガ使えますよみたいな内容が出てきました。うん、でそれぞれちょっと特徴がありまして、まあ、ドコモさんが2980円で一番最初に出してきまして、で au さんソフトバンクさん後から出てきたのでそれぞれ特徴があるんですけど、うん、au さんはトッピングというものがありまして、トッピング、はいはい、通常は1ヶ月20ギガなんですけど、例えば今日いっぱい動画見たいななんていう場合には、はい、プラス200円追加するとその日は1日見放題とか使い放題できたりとか、あ、それはいいですね。はい、そういうことができるのが au さんの特徴で、はい、でソフトバンクさんは名前の通りなんですけど、LINE を使った時のいわゆる通信料はカウントされませんよとか、はあ、はい、っていう形で、まあ、ちょっと特徴がある感じですね。はい、はい、まあ、それぞれベースとなるところは大体似ているけれども、はい、まあ、それぞれに特徴もあるのでそのあたりを選ぶ参考にということなんですね。で、はい、でただ、はい、このやっぱり新しいプランに関しては当然メリットもあるんですけど、はい、ちょっとデメリットもあったりするので、そう、そこも知りたいです。そうですね、はい、ちょっとそこを簡単にまとめてみたんですが、まずメリットはまあそのままですよね。うん、まあ、まずシンプルです。はい、20ギガいくら、分かりやすいですよね。はい、であとは安いですね。はい、安い。やっぱり安い料金が出てきましたというところなんですが、気をつけていただきたいのがやっぱデメリットの方でして、どういうことかというと、まずそのままなんですが、オンライン専用プランなので、はい、これ店頭で申し込みできないんですよ。そうですよね。はい、今まで携帯というとね、店頭に行っていろいろ聞きながら、はい、教えてもらいながらっていうのがあったので、はい、それができないというところはちょっと自分で勉強しなきゃいけないところもあったりします。そうですね。オンラインで申し込める方が、はい、申し込みますよみたいな形になっちゃいます、ね。そういうことですね。その分安くなるということですかね。で、もう一つが、実は携帯電話会社のメールアドレスは使えなくなります。あ、そうなんですね。はい、あ、ということは、まあ、フリーメールとかっていうことですかね。そうですね。はい、なので、でもそこはちょっと注意点というか、まあ、デメリットになるので、うん、ここを考えた上で選んでいただくのがいいかなと。なるほど、まあ、デメリットも考慮した上で選ぶ、やはり参考にしていくということが大切ですね。はい、で次2つ目なんですが、いわゆる普通のドコモさん、au さん、ソフトバンクさんのプランに関してどうなったかなんですが、まあ、ポンと出すと、まあ、パッと見よくわからないんですが、簡単に言うとですね、今まで実は
1年目がいくらと2年目がいくらとか、そうありました、ありましたよね、はい、ちょっと料金変わったりしてましたよね、はいはい、なので結局自分が今いくらなんだろうとかよく分かんなくなっちゃうことがあったので、はい、実は期間限定の割引っていうのがなくなりまして、ずっとこの金額で使えますよって分かりやすいプランに、あそれは一つ安心な目安になりますよね、はい、あとはまあドコモさんは分かれてるんですけど、いわゆる 4G と 5G のプランっていうのが今まであったんですけど、はい、それが一緒になったりしてより分かりやすくなったっていうところですね。なるほどね、 5G で言いますと、例えば山梨県ね、まだこうエリアに入っていないの で、はいでね、はい、まあ、どちらのプランにするっていう時にちょっと悩んでるところあったんですけど、はい、それがもう心配なくなったと、そうです、ちょっとその辺がシンプルでまとまったりしたので、はい、非常に分かりやすくなったかなというところがあったんですね。はい、で3つ目なんですけど、まあ、サブブランド、この言葉、まあ、簡単に言うと au さんのサブブランドが UQ モバイル、うん、でソフトバンクさんのサブブランドが Y モバイルという形になってまして、はい、今までもあったんですけど、あのよりちょっと内容が見直されて、まあ、選びやすくなった感じはありますね、はいはい、まあ、こちら料金今載ってますけれども、どうでしょう、はい、これを見てこうなんか選ぶコツなんかあったりするんですかね。自分がどのくらいギガ数使うかなっていうのを選べるのが一つポイントですよね。あ、なるほどね、やはりそこになりますね、はいはい、もう一つ大きなところがお店があります、専門のショップが。今度こちらの方は、まあ、店頭に行って相談をしたりということも可能ということで、はい、そのあたりは、そこがやっぱオンラインとの違いですね、はい、それがありがたいという方は、ね、多いと思いますんで ね、 でね、はいはい、それも参考にしてもらうということですね。まあ、こんな形で大きく分けて3つポイントを挙げさせていただいたんですけど、うん、でもう一つ忘れていけないのが選択肢としてやはりこちらですよね、格安スマホ。そう、これもね気になるところなんです。そうですね、はい、で今日はですね、原に来ていただいたので、ちょっとその格安スマホについて今のちょっとホネットで何が人気あるのか、はい、ちょっと話してもらいたいと思います。そうですね、はい、お願いします、はいはい、今ホネットで一番人気なのはビッグロブモバイルっていう会社です、はい、今のスマートフォンをそのままお使いいただいて簡単に切り替えることができて、料金もとっても安くなります。え、今の携帯そのまま使えるんですね。はい、そうなんですよ。あ、なるほど。こう、はい、今までキャリアを変えるとなると携帯そのものも変えるっていうイメージがあったんですが、はい、それがもうそのまま継続できると。そのまま使えます。あ、これはいいですね。はい、はいはい、そして、うん、一番の強みなんですけどこちらですね、エンタメフリーオプションっていうものがあるんですけど。ははこれどういったものなんですか。はい、結構 YouTube とか伊藤さん見られますか。あ、そうですね、もう私 YouTube は結構もうほぼ毎日見てるんじゃないかな、はい、ありました。私も結構見るんですけど、こちらのオプションは月額480円で YouTube などの対象サービスをどれだけ見ても通信料ノーカウントで見ることできるんですよ。あ、これは嬉しいです、はい、あの特に Wi-Fi 環境がないところで動画を見るときってちょっとためらったりするじゃないですか、はい、でこれがあるとどこでも見られるということ、安心になるということですよね、はい、そうです、いいですね、はいはい、そして紹介してきましたように各社さまざまなプランも出ていて料金もとっても安くなっているので自分に合ったプランを選ぶことができます。いや、なるほど、まあ、これだけプランがありますと、まあ、どういうふうにしようかなってちょっと悩む方も出てくるかもしれませんけれども、選べるという意味でユーザーからすると非常にありがたいことかなというふうに思いますね、はい、まあ、そして、まあ、どの会社もですけれども、まあ、相談しようとなった時にはフォネットさんが心強い味方としているわけなんですよね、はい、もちろんです、はいはい、私たちがお客様に合ったプランをご提案させていただきます、はい、そして今日は私がいつも働いているフォネットネクスト甲府ショアの様子を撮影してきたのでこちらの VTR をご覧ください。皆さんこんにちは、フォネットの原です。今日は私がフォネットネクスト甲府ショアの魅力を皆さんにお伝えしたいと思います。それでは早速店内に行ってみましょう。レッツゴー。フォネットネクスト甲府昭和は甲府市下石田の昭和通り沿いにあります。営業時間は午前10時から午後7時までで定休日なしで営業しています。こちらが店内の様子です。入り口入って正面に受付スペースがあります。ご来店されたお客様にはマスクの着用もお願いしています。さらに感染症拡大防止対策としてアルコール消毒や検温のご協力もお願いしています。そして店内左手から奥に向かってさまざまな携帯電話会社や格安スマホ会社のコーナーもあります。さらに隣には去年の6月にオープンしたスマートフォンの修理屋さんも併設されております。スマートフォンの故障などはぜひこちらでご相談ください。また店内は1時間に1回5分間の換気や受付ごとの消毒を行い、それぞれの席にカウンターパーテーションが設置されていて感染症対策もバッチリです。
商店の一番のアピールポイントは、なんといってもさまざまな携帯電話会社や格安スマホ会社の取り扱いがあることです。キャリアショップでは聞けないことも、当店ではそれぞれの会社を比較することができるので何でも聞いてください。また操作方法などについてもお気軽に何でもご相談いただけます。そしてご相談いただいた際にはこちら、このように新プランに対応し、お客様一人一人に合わせた分かりやすい見積もり書を無料で作成しています。一度家に帰って考える際も分かりやすい資料があると安心ですよね。再来店の際にお見積もり書をご持参いただければ、前回の続きからスムーズにご案内できますので、ぜひお持ちください。さらに店舗での待ち時間短縮、密集防止のための予約システムを完備しています。電話はもちろんのこと、予約サイトからもご来店のご予約を入れることができます。こちらはご来店当日の予約も可能です。今日はフォネットネクスト甲府昭和の魅力をお伝えしました。皆様のご利用いただきやすい環境が当店には備わっております。機種や料金の相談だけではなく、スマートフォンの使い方も分かりやすくご説明しますので、ご予約の際はぜひ私をご指名ください。皆様のご来店をお待ちしております。対応していただけるこのスタッフの方、指名することができるんですか？はい、できます。わかりました、はい、じゃあ私が行くときは原さんをぜひ指名させてもらいますので、はいはい、ぜひお願いいたします、はい、皆さんもぜひ原さんをということですね、はい、お願いします、はい、そして、はいはい、先ほどVTR でもご案内したウェブ予約なんですけど、こちらの QR コードから読み取っていただければできますので、よろしくお願いします、はいはい、ちょっと今、ね、画面出しておきますので、こちらの方今、ね、気になるという方はすぐにちょっと、QR コード、読み取る画面出していただきまして、取っていただければと思います、まあ、こちらから、ね、ネットでの来店予約ができるということですから、まあ、こちらで予約をしていただいて、気になること、携帯買いたいななんて思っている方はぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、フォネットの後藤さんと原さんにスマートフォンの新料金プランについて教えてもらいました。お二方ともどうもありがとうございました。ありがとうございます。以上、フォネットの耳寄りインフォメーションでした。